お元気ですか、ボクシミです。今回は直筆サインカード総集編パート2、今度はファイターズ以外の直筆サインカードを紹介したいと思います。他の球団の直筆サインカードや他のプロ選手の直筆サインカードも用意しております。過去にもね、上げてますけどね、さらにね、直筆サインカード増えましたのでね、紹介したいと思います。まずはですね、1冊目オリックスバファローズ編でございます。阪急ブレーブズや近鉄バファローズもね、組まれております。山本由伸投手、これはね、 大当たりですよこれで。佐藤ね、義則投手、北海道出身でございます。でこの白石選手もね、北海道出身でございます。で私が好きな選手だったね、これ松中弘美選手、日本人でね、スイッチヒッターでね、ホームラン打ってた選手でございます。今はね、こういう選手ってね、あまりいませんよね。助っ人外国人だったらね、結構ね、いますけどね。で、受けていきたいと思います。で、こちらがね、新しいカードでございます。詳しくはね、 BBM オリックスバファローズベースボールカード2023をね、見てくださったらありがたいと思います。で、この長谷川茂俊投手もね、メジャーからね、帰ってまいりました。で、これはオグリビー選手、懐かしいですよね。で、これがですね、種市投手でございます。こちらからね、千葉ロッテマリーンズ編になります。で、ロッテオリオンズ時代もね、組まれております。増田選手、これもね、結構大当たりの大当たりでしたよね、これね。で、こっちからね、なって、こっからね、楽天イーグルス戦になります。松井裕樹選手ですね、これね。楽天編はね、結構当たってるなと思いますけどね。で、こちらね、涌井投手。今はね、トレードでね、中日ドラゴンに移籍しましたけどね。で、こちら、則本投手。これもまた大当たりでございます。で、やっぱりね、こちらでございますよ。この浅村投手。これがね、なんと5枚しかないカードでございますけどね。もう大当たり、ね、大当たりですからね。で、こっちからね、ソフトバンクホークス編になります。南海ホークスや大英ホークスもね、含まれております。これがね、あれですよ、柳田悠岐選手です。柳田選手はこれは大当たりですよ、マジで。でね、今はね、メジャーに行った千賀滉大投手でございます。南海ホークス、これ貴重ですけどね。はい。で、こっちからね、今度は西武ライオンズ編になります。やっぱりね、こちらですね。こちらはね、渡辺選手ですね。これ1枚しかないカードでございます。で、こちらがね、新しい方でございます。で、こちらがね、ヤクルト編になります。はい。で、こちらね、1冊目は終わりでございます。次、2冊目参りたいと思います。次、2冊目参りたいと思います。さっきのヤクルトスワローズ編のね、続きでございます。ヤクルトの方はね、結構ね、数が多いでございます。で、実際ね、引退されて、現在は野球解説者を、ね、やってらっしゃる、坂口智隆さんでございます。で、これ、田口投手ですね。巨人にもね、在籍しておりました。で、こっからね、阪神でございます。で、中西選手はね、懐かしいと思いますよね、これね。
で、これがですね、木浪選手でございます。で、藤田大河さんですね、元ね、監督経験者でもございます。はい。で、続きましてですね、こちらがね、WBC でもね、活躍されたね、中野、ね、拓夢選手でございます、ね。で、次いきたいと思います。で、ジャイアンツはね、この王貞治選手しかございません。ジャイアンツはですね、基本的にですね、現役はね、出ないんですよね。残念ながら。OB はね、出てるんですけどね。うん。本当はね、選手のね、現役選手の直筆サインカードは欲しいんですけどね。なかなかそこはね、難しいのでね、ご了承ください。で、こっちからね、カープ編でございます。はい。で、これね、高橋義彦選手に、長川さん、投手ですもんね。現在、コーチを務めております。だからね、抑えのピッチャーでしたよね。はい。で、こちらがですね、クレアレン投手でございます。はい。で、こちら、大瀬良投手でございます。で、田中選手でございます。で、腰がすごいですよ、これ。これがね、菊池陽介選手のね、直筆サインカード、これ9枚しかないですからね。で、これ最近出ましたからね、詳しくはですね、BDM、広島東洋カープベースボールカードをね、2023か。で、動画を見てください。で、次はですね、中日ドラゴンズ編でございます。で、こちらがですね、なんとですね、谷繁元信さんです。元監督でもいらっしゃったんですけどね、なんと2枚出ました、別の。で、高橋周平選手でございます。はい。で、これがなんと引退したね、福留孝介選手の直筆サインカード。これは結構のね、大当たりでございました。ちょっとね、横になってるところがありますけどね、この辺ね、ご了承ください。で、こちらからね、横浜 DeNA ベイスターズ編でございまして、太陽ホエールズ時代もね、含まれております。はい。はい、こちらでございます。2冊目はね、以上でございます。次、3冊目いきたいと思います。次、3冊目いきたいと思います。で、横浜 DeNA ベイスターズのね、続きでございます。で、三浦監督でございまして、こちらね、唯一のメジャーリーガーのね、直筆サインカードでございまして、こちらね、バスケの BJ リーグのね、選手の直筆サインカードでございます。このね、プロ野球選手以外の直筆サインカードにつきましてはですね、こちらの左右の方にね、黒い線が入っているのが証拠でございます。でね、ちょっと横になっているところはね、ご了承ください。で、次ですね、大相撲力士でございまして、こちらがですね、宝富士関でございます。で、島の海関でございまして、こちらカーリング選手のカードでございます。で、J リーガーもね、唯一1枚だけ持っております。で、フェンシングのね、三宅選手と、柔道のね、金メダリストの、高藤選手ですね、これね。で、レスリングのね、銀メダリストですよね、永田克彦選手。で、お兄さんが新日本プロレスの、永田裕二選手でございますのでね。で、こちらね、懐かしい方もいらっしゃると思いますけどね、メキシコ五輪のね、マラソンランナーだった君原健二選手でございます。で、引退されましたね。元新日本プロレスのね、中西学さんでございます。で、元ね、選手でございました、卓球選手の、水谷隼さんでございます。現在はね、解説者でございますけどね。で、これは秀ノ山親方、元大関、琴欧州関ですね。最近ね、独立してね、部屋を持ちましたよね。で、
手ね、青木選手ですね、格闘家のね。で、藤波辰巳選手、間違ったらごめんなさい、68歳でまだ現役でございまして、三浦和義選手と、これ、リーチマイケル選手でございます。はい。で、あとはですね、からでございます。ね、この先ですね、まだね、次期サインカードを集めたいと思いますのでね、興味のある方はね、ぜひね、見に来てください。よろしくお願いします。で、今後のプロ野球カードの予定なんですけどね、半周あたりに、中日ドラゴンズ編が出ますのでね、もしね、お金がありましたら、購入してね、開封動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。またですね、プロ野球チップスカードや、他のね、カードの開封動画もやっていきたいと思います。また、メンバーシップでは、よりマニアックな、カードの開封動画をやっていきたいと思います。例えばですね、アナウンサーとかね、アイドルとか、そういうのはメンバーシップ限定でやっていきたいと思います。これ、ごくね、気まぐれでね、やっていますのでね、もしね、興味のある方はね、ぜひともね、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。